欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は11月26日火曜日なんですね。受験生の皆さん頑張ってますでしょうか。欧州館の輪ではね、先週からね、通信教室をねスタートしてまして、この欧州館の輪のホームページのこの辺りのホットニュースの頭のところかな、欧州館の輪通信教室開講緊急告知なんて書いてありますけれどもね、ここのところにねをクリックしていただくとね、通信教室のサイトに飛ぶんですけれども、ここの通信教室は何をやってるのかというとね、欧州館の輪の教室授業をそのままお届けしていますということなんですよ。欧州館の輪ではね、基本的には適正のね授業では、F 教材とかね、この教材か、この教材 F 教材とか S 教材やって、あと前期とか後期プレイバイスタディという問題集やってたりとかね、あとオリジナルでノア問題集っていうのがあったり、この過去問とかね、この時期なんでね、過去問ね、もうみんなに死ぬほどやってもらってます。これね、10週目標でみんなやってるんですけどね、8年分ね、こういうものをやって鍛えに鍛えまくってるんですけれども、これね、この動画を見てくれてるのは欧州館の塾生だけじゃないということでね、欧州館受験生に向けてのね、番組ですので、ぜひね、欧州館受験を目指している皆さんね、頑張ってほしいんですけれども、やっぱりね、この時期来るのは来たらね、過去問ですよ。やっぱり欧州館の輪の先生がね、過去問8年分ね、動画で完全解説授業っていうのをね、適正とね、過去問それぞれやってますので、やっぱりね、過去問を制す者が欧州館受験を制すということで、しっかりね、過去問の完全解説8年分、これはね、どの受験生にとっても必要な講座だと思うので、冬季講習を受けるようなつもりでね、受けてもらえればなと思います。これね、塾生の子はね、ほとんどの子今ズーム申し込みいただいてるんですけれども、塾生の子は申し込みいただいたらシステム会社さんの方でこの動画って通信教室の管理していただいてるんですけれども、塾生の子は即ね、開通ボタンを押してくださいとお願いしてます。で、塾生じゃない子はこれね、申し込みしていただくとですね、開通確認ね、振り込み確認後に開通させていただいてるんですけれどもね、あとはね、この過去問の使い方なんかもね、面談私の方、飯塚の方でね、させていただいてますので過去問講座もしくはね、特にね、後期テキスト、プレイバイスタディの後期っていうのはね、すごくね、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、あと京都の方のね、洛北なんかの問題、結構難しめの問題とかあるんでね、今までね、F 教材、S 教材しかやってませんなんていうね、受験生の方いたらね、プレイバイスタディの後期、この問題集非常におすすめです。過去問をね、短期間で、荒井先生の方がね、解説してくれてるんですけれども、問題演習するには非常に最適です。前期テキスト後期テキストってあるんだけども、前期の方は、ね、比較的優しめなんですよ。ある程度力がある子はね、プレイバイスタディの後期テキスト、これをね、全20回ぐらい授業あるんですけれども、即習で受けること可能なのでね、通信教室の場合はね、ぜひね、試していただければなと思います。どんな教材やったらいいのっていうものとかがねあればね、お電話番号をね、書いてあると思いますので、教室の方にね、直接お問い合わせいただければ、私飯塚がですね、面談させていただきますので、遠慮なくご連絡ください。で、塾生の皆さん、あるいはね、これを見ていただいている塾生じゃないけれども、欧州館受験を目指してるっていう子はね、通信教室の方でね、各ね、分野別のね、ステップアップ問題集ね、これ模試センターさんが出されてるね、教材なんですけれども、こういったものをね、完全解説授業をね、やってますので、2月3日までね、繰り返し24時間何遍でも見れますので、ぜひ見ていただければなと思います。一つずつね、お話していくとね、過去問完全解説動画必須なんですけれども、プラスね、このステップアップ問題集はね、欧州館は大問いつも適正2問出ますね。今年の2月3日もそうだと思いますけれども、この大問1の方はね、主に文系なんですね。文系といっても、グラフ資料を読み取りながらの計算なんかも含めての一応文系という扱いなんですけれどもね、複数資料を読み解いたりね、計算が入ってきたりするような問題
に特化しているのがこのステップアップ問題集のグラフ資料の読み取り編パート1です。これね、全10回授業になっているんですけれども、1回がだいたい約ね1時間ぐらいの内容になってますので、問題を自分で解いて動画で教え方の教室授業でやってるものをね、そのままお届けしてますので、ぜひそれを見てみてください。で、2番目、大問2に移るとですね、習慣受験は規則性条件整理というものが出てきて、まあ、規則性条件整理が出ない年はないと、習慣受験では定番の問題なのでね、これはねしっかりやっといてほしいなと思います。このねステップアップ問題集、規則性条件整理は規則性条件整理のみに、ね、特化している問題集なので、今まで問題演習量が足りないよ、FS だけじゃちょっと足りないなっていう子に関しては、この問題集をしっかりやってみてください。これもね、授業の回数が何回だったかな、8回ぐらいあったかな、全8回ありますので、これをね隅から隅までこなして過去問をやっていただければですね、習慣受験で楽勝とは言わない、習慣受験難しいから、かなりでもかなり戦えると思います。そして最後にこのステップアップ問題集実験観察編っていうところね、これは何かっていうと、欧州間では今年の2月3日はさ、理科が出たでしょ、でね、まあいろいろな情報をね欧州間のまま分析してますんですけど、おそらく次の2月3日皆さん6年生が受ける試験では理科がねテーマになった問題が出そうですよ。ということでは、理科ね、欧州間のではね、あまりね実は力入れてやってなかったんですけれども、ただ今年の6年生には結構やらせます、それなりに。まあ規則性条件整理とかの方がはるかに理系分野の方が重要なんだけどね、ただ今年に限ってはちょっと理科が怪しいぞと、出そうだぞというところなんで、最後の追い込みとしてね、このステップアップ問題集実験観察編、せめてねこのぐらいはやっといてほしいなと思います。これ確かね7回ぐらいだったかな、授業回数が7回、8回か7回、7回かな、8回でした、8回ありますんで、総合問題集これだけやっといてください。まあそれぞれね、冬季講習のつもりでね、これをやっていただければいいかなと思います。欧州館のあの先生が教室でね展開している授業をそのままお届けできる講座になってますので、欧州館の通信教室の方もね、ぜひ受験生の皆さんよろしくお願いします。面談もね、欧州館のあの通信教室生っていうのは塾生と同じ扱いになりますので、教室で私と面談何度もさせていただくことができますので、やっぱり残り2ヶ月間ねしっかり受験にね挑んでほしいなっていうのがありますので、欧州館のあの先生、私もしくはね他の先生たちともぜひお話ししていただければなと思ってますので、最後の最後までですね欧州館受験と一緒にね皆さんと戦っていきたいなと思ってますんで、何度も言いますけど、この過去問、これをしっかりやってください。過去問を制す者が欧州館受験を制しますということですね。じゃあ受験生の皆さんね、残り65日ぐらいかな、70日切ってますけれども、ちょっとね風が流行ってるんで、6年生の皆さん特にね体調を管理してね頑張って、本当にね悔いない欧州館受験をしましょう。じゃあ欧州館合格目指して頑張ろう。